なんかありますか？思い出に残ってた会場だったり、出来事だったり。そうね、一箇所一箇所やっぱり全然ノリっていうかさ、うん、お客さんのこう、聞いてくれる感じが違うなっていうのは感じたかも。そうだね、会場会場でね。うん、そうそう、嬉しいよね。この会場だったらここの曲が盛り上がるんだとか、こっちでもやってて、あ、こういうリアクションなんだ。前に衣装様とね、打ち合わせをしてて、仮装をしてね、女装をして、ファンが普段どんなことをしてんのかを見たいなと。うん、その本番前って見ることできないじゃないですか。うん、並んでる時、グッズ並んでる時から入る時とか。女装して、タクシーで会場から出て、正面回って、トコ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 歩いていって、カップル装ってね、トコ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 歩いていって、ファンが普通に待ってる横を通過して、チケットもぎり出して、会場の中うろ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 して、で、最終的に歓迎者入り口のところで吐けるっていうのをやったんですけど、初めて見れたわけですよ。その、初め本番前の、みんなのね、スタンバイの仕方というか。いや、面白かったですよ、すごい。バレないんですか？何人かやばいなと。しかも、俺がね、メイドみたいな服着てたんだよ。で、隣にいるのすごい真面目そうなスタッフが来ちゃったもんだから、もうギャップが半端じゃないわけよ。その人もなんか仮装してればよかったのに、ありえないようなアンバランスなカップルみたいになっちゃったのよ。急遽やっちゃったかもんだから。それではなんかごついメイドもいるわ、隣の人真面目だわ、こう手にこうカメラとかも仕込んでたからね、あのカメラ回して撮るために。何人かちょっと不審がってたけど、でも全然わーってなることもなく。オーラはないんだね。いや、まあ消さなきゃダメでしょ、逆に。どうだったですか？なんか一緒に残って。なんか、女子校ってこんな感じなんだろうなって感じ。みんなすごいおしゃれしてきてくれたりするじゃない。なんか、T シャツにこう上着を着てうまく見えないように着替えてる子がいたりとか、メイクをこう直してる子がいたりとか、なんかほんと女子校ってきっとこうなんだろうなっていう感じ。なるほどね。なんか面白かった、すごい。まあ、俺はそういうこと絶対しないですけどね。あ、やんなかったですか？まあしないだろうな。ゆっくりお茶飲んで準備してるからね。もう本番、時々の時はアクティブにサッカーとかして、汗流してシャワー浴びて、準備とかしてるんで。すごいですね。疲れちゃわないんですか？全然。いや、僕も準備してますよ、そんな。僕そんなもん、ギリギリまでゆっくりしてるわけないし。どうすもう本番15分前寝てるから。そんなことないでしょ。誰それ。楽屋でもうビビッカに寝てるから。声枯れちゃうでしょ。起きた時から声ガラガラなんだよ。これからボスあれっすそこ俺の倒れだっす。俺の倒れ。でもね、盛り上がって大盛況で。いや、楽しかったですよ。ね、よかった、本当にね。その猫ムカつくな。何なんだ、その T シャツ。ムカつくわ。あれ、某有名キャラクターの。某有名キャラクターがどうしたその目。ムカつくわ。食べてるのは、あれですか？これこれ。ムカつくわ。これ食べてる。びっくりした。その今すげえ目に入ってすげえ向かって俺のはもう目あれかわいい動物がいいんだよ2人とも動物描いてる手越は T シャツにパンダ俺は猫どうしようもないグループびっくりしたごめんなさいね口に出さずにはいられなかったですね